はい、お願いします。じゃあこちらでお願いします。で、立ち位置なんですけど、この線とその線が交わったその辺ですね、はい、安田さんそこでいいんですけど、ちょっともう半歩ぐらい下がっていただいて、はい、その辺かな。なんか別のコスチュームってなんかセクシーなのか安全なのかよくわかんないんだよ確かに、でもね、セクシーセクシーはセクシーって言ってもらえると、ここスリットですよね。そうですね、後ろも土地開いてて欲しい。意外とそんなに出てない。そうなんですよね意外と出てない。よいしょ、もう一回いけます。はい、はい、なんか、はい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 、それロゴをしっかり見せようとするとやっぱ胸元しかなくなっちゃうのかな。なかなかむずい、上着がかぶってきちゃうもんね。ないんですね。あんまりないのか。でもまだ上着脱げないわけですよね。そうなんです。そうですよね。そこは難しいな、うん。結局まあこんな感じだよね。まあいろいろパターン取って、それでロゴがちゃんと入って、はい、見えてるやつを選択しますわ。はい。うん、OK です。そうだね。なんかウェッズって継続する人が多い気がする。あ、本当ですか？気のせいかな。少なかったんですよ。私が入るまでは。そっか。よし、ちょっとやります。膝上ぐらいです。ウエストアップでいきますね。ここから上ぐらいですね。はい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 。でももうサングラスがもう定番になりましたね。うん。スポンサーさんなんで。ああ、そっかそっか。そりゃそうだ。でも自分がこの仕事始めた最初の頃のウエッツとかって、年によってチアリーダーみたいな時あったんですよね。あ、本当ですか、うん、今と全然違う感じ。はい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 。やっぱブーツ履くと背が高いから俺でもちょっと背伸びしなきゃな。はい、じゃあちょっとやっちゃいます。はい、うん、いいですね。はい、はい、うん、はい、もう5センチ背が伸びたい。はい、じゃあ今度振り返っていただいて。髪どうしますかね、ちょっと工夫しないと。いきます、よいしょ、はい、うん、いいですね、はい、なんかポーズ的には不思議なポーズだけど、うん、こうやってると、そうだね、なかなか縛りがあるね、はい、じゃあ思いっきり、じゃあ反対側お願いします。はい、じゃあ行きます。
はい、どうやっても入らないか。香りとしていきます。はい、うん、はい、はい、はい、うん、そうですね、はい、じゃあもう一枚一回確認します。はい、はい、今後ろからちょっと新しく買ったんで、あなるほど、使ってみようかなって。はい、ここはあれだね、ちょっと完全クールだね。はい、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 してきます。はい、はい、じゃあ座りますか。もしくは2段目ぐらい座りやすいところでいいです。はい、はい、ちょっと待って、あれが足がいっちゃう一回ちょっと分かります。すいません、全身入れますね。はい、ちょっと顔を寄りますよ。はい、うん、オッケー。うん。もう一度開けるか。はい。はい。いい感じです。
かね。私にも。下から行きます。足中で全身入れたいですね。よいしょ、はい、行きます。こっちもうちょっと強くするか。大体いいかな、こんなです。いい感じです。じゃあ、はい、撮影は OK なので、はい、最後はインタビューだけお願いします。はい、